低用炎になった馬の脚部のレントゲン写真低用炎は、夕日詰め類の蹄ズ部で発生する疾病の一つであり、馬や牛で発生が報告されている。馬の蹄ズの内部は、血管が発達しているが、体重が重いこと、心臓から遠い体の末端に位置することなどから、心臓のポンプ作用を用いても血液が十分に行き届かない。これを補っているのが蹄ズメであるが、 死に故障を発症し、動けずに、他の死で長時間不自由し続けると、ひづめの内部の血液循環が阻害され、ひづめの内部に炎症が起こり激しい頭痛を発する。これが低用炎である。馬は体重が重いため、病性の進行を止めることは難しく、重症に至ると予後不良となることが多い。低用炎のメカニズムは、神秘用内の水種。 毛細血管及び静脈性血管の拡張並びに、神経束の水腫によるひづめ内の正常血液供給の異常に起因し、ひづめは正常な角化が妨げられ、ひづめ目減繊維の形成不全内視は無形成を伴って、表皮用における配列や長さ、太さの不正を表すものと推察される。主な原因として、下痢や感染症などの全身疾患。 穀類の過剰摂取による腸内細菌層の変化による内毒素の発生、早産や流産直後、過労などが挙げられる。競走場では、前肢の人皮に発症することが多く、その体即死には骨折、屈腱断裂、関節炎などの気用を持つものが多かった。また、両前肢や四肢に発症している症例では、気用として全身筋痛、肺炎、 戦痛などを持つものが多かった。したがって、競争場の低用炎発症と器用歴の間には深い関係のあることが推定される。レントゲン検査をもとに蹄めに対して保護対策と疼痛管理を行うのが一般的であり、特に重度の症例では、獣医学的療法と想定療法を組み合わせた治療が必要で、心屈腱の切断術が行われることもある。 順調に回復する馬もいれば、起立不能になって安楽死となる場合もある。慢性低溶炎の場合、ひずめ壁と養生層の間に黄色調の税制角質を取り除く必要があるが、発症1ヶ月以内は活作せず、病気1ヶ月を経過した後に活作することが推奨される。カリフォルニア大学デイビス校の研究では、 抗炎症性化合物 T2-3 が低用炎の治療法となる可能性が示唆された。死の原因が必ずしも低用炎とは限らない。ありがとうございます。